武蔵野の面影を残す、新座市立新井堀小学校の学校教育林。武蔵野大地のランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。武蔵野大地は、関東平野にある荒川、多摩川、京浜東北線に挟まれた、面積700平方キロメートルの大地である。その範囲は、東京都区部、多摩地区の大部分、そして所沢市など、 埼玉県入間地域や四季市など、新座地域を含み、川越市が武蔵野大地の北端に位置する。武蔵野大地の地形は、古くから研究が進められ、日本の第四期変年の基準とされてきた。名称の由来は、万葉集や中世文学に、たびたび登場し、国北独歩の随筆でも知られる、地域名、武蔵野で、地図の上で大きく重なることから名付けられたもの。 関東山地から流れ下った多摩川は、大梅を先長とする広大な戦場地を形成し、これが、武蔵野大地の基盤となった。戦場地を形成する際、その他にあったほぼすべての丘陵を削り去り、平坦な地を作った。その後、隆騎士大地となるとともに、その上には、関東ローム層が、数メートルから十数メートルの厚みで堆積した。大地の北東園は、 利根川によって大きく削り取られた。武蔵野公園から見た国分寺崖線。奥の小立がその崖ンでハケと通称される。新菓子川から見た北部河岸段丘左手が上野恩賜公園、右手が定地武蔵野大地では2種類の発達した菓子断球が見られる。一つは南側を流れる玉川によって形成されたものであって最も低い断球を 立川段丘あるいは立川面、それよりも一段高い段丘を、武蔵野段丘あるいは武蔵野面と呼ぶ。もう一つは北部に見られるものであって、かつての玉川の流路の名残と考えられている。立川面は、立川一面、立川二面、青柳面、フロー面に区分される。武蔵野面は、成増面、赤羽面、中大面、小平面、黒目川も、久米川も、 カラボリカに区分される。近年の研究では、尺字面千画面、十条面といった語が登場している。各段丘の円花は、段差数メートル程度のちょっとした崖になっており、武蔵野の方言ではこれを、ハケやママなどと呼ぶ。また、段丘の円花に沿って延々と続く、こうした崖の様子を、学術的には崖線と呼んでいる。 武蔵野大地周辺ではいくつかの崖線がよく知られている。立川崖線立川市や府中市、調布市の中心市街地が乗っている立川面は、立川崖線によって多摩川の中積低地と分けられていて、国立市や保から青柳にかけて、及び秋島市付近や大梅市付近に、さらに定位の面を抱えている。それらを、青柳面、灰島面、川崎面、 地が瀬面、甘が瀬面として区別する研究者もいる。立川崖線は、大梅付近から多摩川に沿う形で、立川市内まで続き、JR 中央線の多摩川鉄橋の付近から東に、向かい、多摩新、リスルホールの南を通って、南部線と甲州街道の間をさらに東に向かう。ヤホの西で、甲州街道の南に入る。ここに、ヤホ天満宮が、 崖線を利用した形で置かれている。そこからは、甲州街道のおよそ500メートルほど南を東に、進み、小前市、元泉付近まで続いている。立川崖線は、府中崖線や、布田崖線とも呼ばれる。これらは、多摩川や東京湾の海による侵食でできたものである。国分寺崖線立川面と武蔵の面とは、国分寺崖線によって分けられている。 国分寺掛け線は、武蔵村山市緑が丘付近に始まり、西部灰島線と多摩都市モノレールの多摩川、上水駅付近を通り、JR 中央線を、国立駅の東側で横切り、国分寺市、小金井市と国立市、府中市の市境に沿って、東に進む。さらに野川の北に沿いながら、調布市に入って、新大寺付近を通り、つつじが丘などの絶上大地を作りながら、 世田谷区の木沼地域、玉川地域南部を通り、大田区の田園調布を経て、道区の峰町付近に至る。世田谷区の轟き渓谷は国分寺崖線の一部である。高低差は20メートル近くになる。なおこの国分寺崖線は小玉川の浸食による自然河川堤防と考えられている。国分寺崖線は国分寺玉川崖線とも呼ばれる。 北部河岸断球武蔵野大地の北部で見られる、河岸断球は刃物を当ててさらったような形状を示している。それらは現在流れている黒目川や落合川、柳瀬川といった消火線によって侵食されたのではなく、玉川のかつての流路であろうと考えられている。断球の高低差は大きいところで15メートル程度なので、断球崖の存在に気づかないこともある。 武蔵野大地は、その船員から、水を通さない海生の粘土質層の上に水を通しやすい歴層が誤送しており、この層面から地下水が湧き出し、大地上の中小河川の源流となっていることが多い。大地上に見られる池の多くが、このような船員である。また地名として、清水を冠していることが多く、さらに、大きな寺社が境内として取り込んだり、名家や、 武家の庭園になっていた例もある。これらの河川によって、武蔵野大地の東部は、解析が進んでいて、谷が鹿の角のように入り組み、多数の絶上大地が武蔵野大地から削り出されている。これらの大地にはそれぞれ名前が付けられており、久我原大、田園調布大、目黒大、淀橋大、豊島大、本郷大、成増大、江原大、 赤羽台といった故障が行われるほか、より細かい区分を行うこともある。例えば、陣内秀信は、都心部について、上野台地、本郷台地、小石川、目白台地、牛込台地、四谷、麹町台地、赤坂、麻布台地、芝、白金台地の七台地を数えている。田園町府台、淀橋バシ台、エバ台には、 下末吉海神で形成された古い地層が残っている。武蔵野大地は湧水によって水利が得やすく、また、中石低地のような洪水も避けることができるため、古来から人口は多かったと思われ、多摩川の崖線には古墳時代の古墳や遺跡が多数残されている。武蔵野大地の東端にあたるヨドバシに地の利を見出したのが大田道館であった。 道館が築城した江戸城は、日向川と目黒川の間を広くカバーする淀橋台の最東端に置かれ、道館に続いて江戸に入った徳川家康も、また大地を囲む谷を掘り割りに利用するなど、地形を巧みに利用している。これらの大地先端は、東側の中石定地や東京湾岸から見ると、独立した山のように形容された。江戸期までに、飛日山、道館山、 忍武丘、岡、あたご山、紅葉山、城南御山などと呼ばれ、実際に、武蔵野大地は、上野駅の西側で15メートル以上の標高差を、見せる崖となって終わる。松地山は、縄文海神寺の破損台が、解体後の氾断源に残った本郷大地の一部で、ある。黒目川や柳瀬川は、武蔵野大地を北東方向へ流れ、下流で荒川に合流している。 すなわち、荒川水系に属している。一方、残、堀川や野川のように、玉川水系に属する川も武蔵野大地には流れているので、武蔵野大地のどこかに、両水系の境界線、すなわち分水海が存在する。ママ下湧水群の一つ、上のママ下ママ下湧水群にほど近い農業用、水路、通称、矢川温出し、ハケママの斜面地の多くは、 雑木林で覆われ、はけげ、まま下には、湧水が見られる。特に有名なのは、名水百選にも選ばれている国分寺市のお高の道、ます型の池湧水群である。これは、国分寺がけ戦下の湧水であって、玉川の支流である野川の源流の一つとなっている。もう一つ著名なのは、国立市のまま下湧水群である。これは、 青柳崖戦火の湧水であって、湧水量の多さとそれが今も稲作に用いられ、大都市近郊にありながら、昔ながらの景観を生み出しているとともに、多様な水辺の生物を寛容している点に価値がある。武蔵野大地でかつて多く見られた景色の井戸が、マイマイズ井戸である。詳細は、マイマイズ、井戸を参照のこと。三富神殿風景かつて、武蔵野大地の中央、 立川面には、武蔵国の国府や国が、国分寺が置かれ、武蔵国の中心となっていた。これは、武蔵国でもこの一帯が水に恵まれていたためであると考えられている。一方、高位面である武蔵の面の開発は、水の便が悪かったため、江戸時代まで入会地として利用される程度の状態だった。このような状況を変えたのが、 川越藩主の松平信綱による玉川浄水や伸び止め用水の改削である。玉川浄水は江戸市中の水道のために設けられたものであるが、伸び止め用水をはじめ多くの分水路は多用水としても作られ武蔵の面の推理の状況を一変させたという点からも重要である。また、川越藩主の柳沢義康によって現在の所沢市、 三好町にまたがって、三富神殿が開発され、将軍吉宗樹の教法の改革では、役人集団を率いて、地方御用を兼任した長奉行の大岡忠介により、武蔵野神殿の開発が行われた。典型的な関東地方の畑作地帯であり、昭和も後半の高度成長期頃までは、米が2割から3割、それも陸島前で冷えるとポロポロになる麦飯や、 カテ飯を常食とし、水田地帯の人たちから、麦は軽いから、風呂に入ると浮いてしまうと軽蔑されていた土地柄であったが、今日では、武蔵野大地は、大消費地を資金に持っている地の利を活かして、傷みやすいほうれん草や、小松菜などの葉物野菜の供給地として、またキウイフルーツやカキなどの園芸作物の生産地となっている。また小麦の栽培が盛んであったことから、 武蔵野うどんの産地にもなった。ありがとうございます。